一つの曲だけを完全に行くんだったら、別にその、要は順番に押し、ボタンというかキーを押していくだけなので、そのキーを押していくのを覚えるだけでいいです。なので、あの、最初に一小節だけ弾けるとか、二小節だけ弾けるとかって、最初のところだけできると思うんですよ。で、最初に二、三小節だけ弾いて歌うっていうのだけだったら、で、ちょっとやって、ま、今日はこんなとこかなみたいなやると、あ、この人できるのかもって誤解されるので、なので、その、四小節ぐらいまでだけなら弾けるっていう形で覚えてみるといいんじゃないでしょうか。